はい、どうもこんにちは。楽楽楽です。ホワイトデイ実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけで、前回は、このホワイトデイというゲームをやって始めてきまして、このゲームはですね、イケイケ男子がね、憧れの女の子に、キャンディーを渡すという、素晴らしいラブロマンスなゲームということが分かりました。そのためにはね、排水口じゃない、換気口の中をね、スネークするという、スネークして、なんかすごい大男が来たようなのもね、目撃したりとかね、するね、はい、大変素晴らしいゲームでございますので、はい、憧れのあの子に会えるのかどうかというね、ところではございますが、このバルブをね、閉めていけば、なんとか、閉まってんのこれ。閉めていけばね、この先の蒸気が、止まるのではないかというところで、はい、終了しましたので、はい、やっていきたいと思います。はい、バルブじゃねえな、これパズルだな、パズル。はい、バルブを閉めた。ではやっていきましょう。換気口の中の、蒸気がここから吹き出していたので。バルブで閉めたという形ですね。で、ニッパーでここからチョキチョキと、チョキなっとやって、ドガッと出るという。だいぶ大きい音出たね。お？なになになに？なになになに？急にちょっとよくわからない。え？この世のものとは思えない金という字が金という字が出てきた。この世のものとは思えない金という字が出てきた。何を言ってるか分からねえかもしれない。この世のものとは思えない金。何を言ってるんだ俺は。とりあえずこれはなんだ。え、なんだこれ。お、十二支だ。十二支が書いてあって真ん中に金という字が書いてある。一体どういうことなんだろうか。何を言ってるかわからないかもしれないわ。ちょっとこれ何か暗くて何も見えないぞ。ほら、明かりをつけようか。ほ。何？明かりがつけらんない。一体どこに明かりがあるというのだね。一体どこに明かりがあるというのだね。こっちか？とりあえずこれ止めよう。うるせえ。なんだこれ。文章も？あ、取れた。文章取れるんだ。既存の、なんだ。車なんだろうこれ。わかんない。な、配線が、内部で入り乱れており、金属線の腐食も深刻なため、作業にはさらに時間がかかると思われる。腐食の原因は、木化不明。腐食による、過負荷などの発生によりサイレンが鳴った場合、2番と4番のソケットをつなげる。2番と4番のソケットをつなげる。これが、ここにありそうなんだがな。2番と4番のソケットをつなげる。2番と4番のソケット。ソケットはどこだ？なさげ。これか。これはライト。ここか。これ、ほい。どこか。2番と4番ね。暗くてよく見えねえな。4番、これだ。この2、1、2、5を消せばいいんだな。どっから電気出てるかわからん。こうでどうよ。オッケー。一発やで。さすが俺。何？なんか吐き出したと思ったら、この世のものとは思えない。金という文字が。お、電気ついた。腐食でこんなになる？まず鍵を取ろうか。家庭科室の鍵。この世のものとは思えない金という文字の、金の石碑なんだっていうのか。金の字が、刻印されている木製の、なんだろうこれ。わからない。幅のオーラが漂う。幅服のオーラが漂う。縁起物。へぇ。俺はこれをこの世のものとは思えない金と言ってしまったが。不幸じゃねえや。服があるらしいよ。何これ圧力板かなんか。パッドン。
金型みたいですね。電源はついている。とりあえず切っとこう。切っとこうぜ。この危ない、危ない、この、なんで電源系につけっぱなの、この危ないのね。普通ね、誰もいなくなったらブレーカーまで切るよ。電源切ってブレーカーまで切るよ。なんでインターホンあんのかな。とりあえず、ほい。おうおうおう。あよ。ありがとう。やるじゃない。だろ？この学校危ない。守衛も正気じゃなかった。いいから自分でやってよ。ちょっと危険を。何？私を怖がらせたいあおっの？と。騙されませんよーだ。ね、まあそんなこのんことなは。話知ってる？この学校。戦時中は病院として使われたらしいわ。そのへえ。時大勢の人が死んだから、学校中が幽霊だらけっていう噂もあるみたいよ。へえ。もしかするとその噂本当かもね。こういう夜は特に。うん。驚いた？あんたこういう話苦手そうね。せやな、もう心臓が途切れるかと思ったよ。うん。扉が全部閉まっちゃう時間だわ。え、そんなのあこのるの？学校は10時を過ぎると全ての扉を閉めるの。講堂の玄関以外はね。へえ。だから外に出るには講堂へ行くしかないわ。ここと新館と講堂と全部つながってることは知ってるわね。知らん。ほら、向こうの廊下の鍵よ。帰りに開けといて。先に行って。私まだやることが残ってるの。家庭科室？家庭科室行くんでしょ？おう、本館の1階、本館1の中央廊下の鍵。うん、なるほど。何やることって。まだいたの？どうも、おお、さっきまでいたよ。何？一人で行くのが怖いの？むしろ君の方が心配私なんのだ。ことはいいから、あんたはもう行きなさいよ。ETCU だ。ETCU だ。俺の先に廊下行って、もう帰っちゃおうかな。あ、違う違う違う。8組に用があんだ。家庭科室、入るの？入らない。家庭科室入らないの？チャス。何よ、行きなさいったら。はいはい。わかりました。じゃあ早く用事を済ませてくださいね。開かない。セーブはまだいいかな。入った？入ってない。まだいる。こっちか、ここかな？ほい。ガチャコット。施錠を解除した。あ、この先かな。もうどうも行く必要なさそうだけど、なんかこれね、怪しいんだよ、時計。これなんで、これ。やっぱ下なのかな？関係ないね。下だけっぽいな。行こう。8組どこだ？なんだい？どちらさんで？ どちらさんで？ああ、なるほどね。巡回してる人がいるってことね、ちゃんとね。幽霊とかそれ以上のも。はは。幽霊とかそれ以前にさ、普通の人間にさ、あんな 金属製バットもさ、持って追いかけられたら、それは怖いわ。せやな。夜にこっそり入ってきたのがバレたら守衛さんに怒られちゃうし、守衛で会ってた。よかっバレた。たらすごく怒られるよ。怒られるってもんじゃねえだろ、あれ。ケツバットほどじゃねえだろ、あれ。人間の目つきじゃなかった。怒られるどころじゃない。あれはまるでなんかすごい感じだったよ。まるで何？でも昼は親切な人だったよ。おお、話しあたこなとあたるんだ。転校生でしょ？そうだよ。同じクラスだけど
私のこと知ってる？しずくと一緒にいたよねっていうの。なんかさ、引っ越してきたばっかりのさ、しずくさんのこともしずくと呼び捨てにするという、まあ一緒にいたよね。しずくのことも知ってるの？まあしずくを知らない子なんていないよね。なんだって？私、富永ひかりっていうの。お、あなたは山本くんだよね。名前呼んでくれないの？この時間に何しに学校に来たの？そのしずくさんに用があるんです。ちょっとこの人ならね、ちょっと友達だからね、どうしようかな。ちょっとこっち行ってみよう。ああ、そう。ところで、あなたはいつも一人のようだけど、友達はいないの？転校してきたばかりの俺にそのような質問をするな。君がいるじゃないか。僕は一人が好きなんだ。君がいるじゃないか。他の友達もすぐできると思うよ。それじゃあ私は先に行くね。気をつけて。お互いにな。後ろの人やべえって。パトロール中の、守衛はプレイヤーを発見すると追いかけてきます。電気をつけたり走ったりすると守衛がプレイヤーに気づく可能性が高くなるので気をつけてください。ノーマル以下のないのでは、目合いを込んで。ああ、なるほど。どっかのあれっぽいな。で、隠れることができるんじゃないや。開いてない。開いてない。ゴミ箱。ライター。おぉ。ライター。R1 でライター。R1 でライターの火をつけたり、消したり。ライターを利用すると周辺に気づかれず、周りに照らされますが、ごく短い範囲に限られると。なるほど。走るとライターの火は消えるのでご注意くださいと。ほい。なんか声聞こえるけど、怖っ。めっちゃ声聞こえる。ここ入ってみようぜ。てかここ丸見えじゃん。電気つけちゃおうかな。でもなんかいるよね。気のせい？あー、ライターの火でもこれ結構明るいな。ん？結構明るいな。もう目慣れちゃった俺。なんでか教えないけど。施設補修要望書？はんはん。本館2区の音楽室の前の廊下できしむ音が発生。木板？木板の、老朽による、騒音と推定、従来が増える、従来、破損の危険があるため、早急な修理をお願いすると。開く？おう。なんだろう。思いっきりタッ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 タってきたけど、なんか声聞こえない。気のせい？とりあえず出ようぜ。なんかめっちゃ声聞こえない。あ、バレた？どこで？閉める。あ、終わった。終わったか。やべえ、バレてる。え、やばくね。普通にバレる。ライターつけてればめっちゃすぐバレるじゃん。え、あれどっか行かないの？あ、行った行った。ライターつけてればすぐバレるね。
チャリチャリ言ってるから、まあ音でわかるのかな。これは何？おお、この石器は役に立つ場合が来るとはな。何じゃこりゃ。モーク、あ、そういうことか。曜日、曜日なんか関係あんのかな。ここ開く、開くようになった、すげえ。下は全く見えねえ。明かりいいな、ライターの明かりっていいよね。ここはどこ、こっち行こうぜ。ちょっとあの時計怪しいね。てか守衛って鍵結構持ってそうだけど。した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 、これ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 、おい、なんもねえ、いいよ。よし、なんで鳴った？守衛がいたらさ、全然怖いものも怖くねえ気がするんだけど、気のせいかな。よいしょ、お尻の中の女、どういうこと？ケイスケは今日も面接室で居残りを食らっていた。昼間にムカつくやつと喧嘩したせいで文章、反省文書かれてるな。何に喧嘩した？え、なのに喧嘩の相手は直帰しており、居残りを食らったのはケスケ一人だった。相手がいいことの、あ、いいとこのボンボン。ああ、なるほどね。人が良けりゃってやつ。あ、放送室か、ここ。すっげえなぁ。女に手跡ついてるんだけど。なになに？なんかあった、今。お、開く場所調べるよ。お、何かある？何もないじゃん。じゃあなんでアイコン出した？お、あったあったあった、血まみれの問題集。どういうことだ、この血も気になるしな。てかここ放送室？マイクとかないじゃん。誰か来た？あ、走ったらすぐバレそうだな。何の音？なんでこんな音流れるの？新しい場所移動したよって？そういうことなのかな？なんでうーって言い出したよ。こっちは開かないのか。どういうことだろう、いまいちよくわからないんだわ。何？ここがあの子のクラスだ。やっと見つけたぜ。いや、ここ開けとこう。階段そっちだ。とりあえず、じゃあ2の8組行こう。開かねえのかよ。なんかある？ゴミ箱。なんもない。ゴミ箱？これ黒板消しのあれなのかな？わかんない。開かねえか。全体的に開かなそう。何これ、小小小おお、要小要小。なんだ、びっくりした。いそうで怖い、守衛が。開かねえのな。開いたわ、全部鍵閉まってる。守衛持ってんじゃねえ、鍵。開かねえ。出てきそうだな。なんもねえや。お、文章。巡回記録箱のメモ。ただ、守衛。
部屋の生徒たちが閉鎖しているコードの連絡ツールをこっそり使っているので、2階の玄関のドアを一時的に施錠していた。もし鍵が必要なら、事務室の、鍵保管箱。暗証番号は、コード箱にあるあれに書いてある。あれに書いてあるだ。あるだ。コード箱のあれ？どうやったなんでもないよ。お、コインだ。どういうことだ？てか、ニッパーで開けれそうだけどな。悩み相談箱。こういうのもあるんだね。よく生徒同士で頑張るな。手を取り合って生きていこうみたいな。よし。生徒同士頑張るな。ニッパーで開けらんねえのか、これ。もうビビらないよ、風なんかで。事務室どこだ？ここも鍵だしな。ないかな、トイレ。半階。開いて、開かねえし。全部開けよう。なんもねえ。女子トイレから先入っちゃった。ごめん、俺男子だったわ。誰もいねえ。臆せず開けるよ。換気扇回りだし。うわ、マジで。どっから。うわ、いた。閉める。閉める。ああいう風に開くのね。やっぱり鍵持ってるやんけ。閉める。どうしよう、どうしよう、どうしよう。逃げよう。鍵開くやん。2階行こう、3階か。何だ、ここ。恋文？ちょ、恋文ちょうだい。よし。バレない？これバレたりして。こんなことある？チャリチャリ言ってやがる。しゃがんで移動すると大丈夫とか。開いたらやばい。こっち来たりして、チャリチャリ言ってるもん。どうやって来た、あいつ。飽きそう。あ、いった。マジに開いた。やべえな、どうしよう。こんな帰ろう。でも来たらおしまいだ。セーブしとこう。セーブできる。セーブしとこう。これで終わったりして、積んだりして。積むことはない。よっしゃ。あー、なんだよこいつ。どっから出てきた。え、早く行きなさい、多田さん。多田さんよ、 おめさんよ、どっから出てきたんだい。まったくびっくりだぜ。というわけで、
あの2階の途中から出てきたもんな。開くんじゃね？開かねえか。さすがに。うわ。さすがに開かなそうだけど。ちょっと待って。ごめんなさい。急になんか画面出なくなっちゃった。もう時間も時間だしな。ちょっと、8組に入って終了しましょう。なかなか進まないんで。開かないこれ。鍵、ないか。開いてやな、ここ。開いてないやん。急に開いて出てきてびっくりしたんだけど。トイレに入ればよかったね。鍵？11組の9組の8組鍵8組の鍵なんか持ってるっていうのなかったか。自分が取ったメダルを隠していてパスワードに使っている。2階の玄関のドアを一時的に施錠しておいた。事務室ってどこだ。放送室、録音室、体育写真、山岳、そこ入れないんだもんな。あ、事務室ここか。ちょっと事務室行ってみよう。調べ足りていない。ここ放送室。まずいまずいまずい、トイレに逃げよう。あ、バレた。肺炎だよ。なんでなんでトイレに逃げる。ショック。トイレに逃げるとか思わなかったよ。あいつ意外と巡回してくる？もうめんどくさいな。事務室行きたいんだが、こっちまで来てないな。通れねえし。一方通行。こっちまで来てくれよ。早く来てくれれば楽なんだ。いや、もうすぐそこまで来てるんだ。片っぽだけしか閉まってないんだから。これバレんじゃね。閉まってる場所一箇所しかないからすぐバレんじゃね。何の音。いやー、チャリチャリ来ちゃった。
こんなことある？扉全部閉めとこうか。もしもね。一番奥だけ。開かねえ、怖いんだけど。全然行かない、もう。え、どこ行ったの？行った。こっちにいそうなんだけど。行ったね。よし、俺も行くぞ。まったくどれだけ時間かかって。よし。あれ ?2 階の事務室 ?1 階か。ここ降りた場所の近くだ。このことか。工具箱。とにあった。なんもね。工具箱。なんもねえな。お、なんかあった。サインペンか。ここ事務室だよな。事務室に？鍵保管箱。誰か来る。鍵保管箱、これか。パスワードね。工具箱にあるあれに書いてあるだ。あれに書いてあるだ。これ誰？まさひこくんへ。誰に？どれだ？ニッパーのどっかにない？なさそう。ニッパーのあれに書いてあるだ。工具箱にあるあれに書いてある。じゃあ工具箱まで戻るか。なんかすんげえ人言ってるもん。工具箱どこだ。年4区家庭科室。あれはまずい。結構めんどくせえな、あれ。バレる。バレてる、これ。
や、バレてない。ここすごいな。全然バレない。ああ、そっち行くのね。俺そっちに用があるんだ。そっち行ってくんないかな。そう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 。かいくぐっていけねえかな。いや、そのまままっすぐ行って、お願いだからそのまままっすぐ行って。よしよしよし。音もなく行きやがる。チャリチャリは言ってるけど。よし、一旦工具箱を探しに行こう。その前にいない。家庭科室ちょっと入れねえ。とりあえず、工具箱だ。工具ベルト書いてある。あ、あった。3126。でかしさ、開かない。開かないか。努力は人を裏切らない。ちょ、脚立なんか何やってるか見れるんじゃない。あ、いけないか。向こうだね。向こうの事務室、意外と近い。よし、3126行ってみよう。これ順番とか関係なさそうだな。よし、施錠解除。コードの鍵と小型の鍵、赤く塗られた小さな鍵、他の鍵と調合すると使用できるようになると思われる。どういうこと？調合しろと。レッド。どういうことなんだろう。まあ他にも鍵があるってことなのか。それと合わせて使えということなのかな。何の扉？何の扉が開いた？とりあえずコードの鍵開けよう。あれ、ここじゃない。コードの鍵とはどこ。ちょっと一旦ここで終了しとこうかな。コードとはどこ。こっちではないな。そこも開かないしな。ここか。どこに出られるんだこれ。むしろどっから入るんだ。行動へ行く場所がわからない。全部閉まってる。赤い場所って鍵閉まってる場所だよね。全部閉まってる。あ、違う、放送室入ったからな。どういうことなんだろう。調べきってない場所なのかな。とりあえず今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、じゃあセーブしましょう。いやー、なかなか
なかなかですな。なかなかですな。一回捕まってみようか、じゃあ。セーブしたし。じゃあ最後は、守衛さんにね、見つかって終わってみたいと思います。マーク、このマークなんだろうね。ちょっと大胆に行動しますよ、見つかるんで。とか言って進んじゃったりしね、こっちだったりしないか。意外と守衛さんとぐるぐる回ってくかも。8組開けたかったけどな。ここ開かないんだもんな。どこだろうね、行動もどこかわからないし。いたいた、こんちゃーす。ドバース、いた、あ、いた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 、ドバース、あちゃちゃ、いた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 。多田さん、多田さん、意外と強いのね。1 はい、というわけでね、今回は多田さんに殴られる回ということでした。いやー、ラブロワンスはまだまだ先が長いようですね。なんだここは。モークマの場所ですね。なんか持ってね。ちょっと調べるの大変そうですけど、はい。これからちょっと頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。